皆さん、お団子うまくほぐれてますか？私がうまくほぐれる魔法をかけちゃいます。渡辺です。指が感知しました。みさきです。今日も始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は、はいはい、ハーフアップのお団子アレンジをやっていきたいと思います。しかも1分でできるらしいです。はい、もうこれは革命的です。何がですか？崩しが苦手な方でも、うん、これはもう一瞬でできちゃうんで。なるほど。ぜひ参考にしてください。いや、難しいもんね、あれね、はい、そこを完璧にできるらしいんでね、革命的な感じで、はい、皆さん楽しみにしててください。はい、それでは動画をどうぞ。軽く毛先をちょっとワンカールだけ外羽に巻いた状態からスタートしていきます。絡まってるとアレンジがしにくいのでしっかりと溶かしていきます。次にオイルをつけていきます。だいたい2プッシュくらい出して手のひらにしっかりと伸ばしてから、毛先から順に表面までつけていきます。顔周りもしっかりとつけます。ハーフアップなので内側もしっかりとつけていきます。まず耳上で、上と下でだいたい半分になるように分け取っていきます。手ぐしでしっかりとまとめていきます。高さはだいたい顎から耳をつないだ延長線上になるようにまとめていきます。ゴムでお団子状に結んでいきます。毛先が下になるようにお団子にしてください。ここからが毛先ポイントです。お団子を表面の部分を半分に裂いて、これを時計回りに回していきます。毛先も動くと思うので一緒に巻きつけていきます。この上からカラーゴムでまとめていきます。こんな感じの形になります。あとは表面の部分に少しボリュームを出したら、これで完成です。はい、ということで皆さん、魔法はかかりましたか？はい、かけられましたかね。はい、まあ、かけられたと思うんですけどね。ポイント的にはどうなんですか、この魔法のポイントは？うん、まずはもうお団子をこう勢いよく裂いて、でそれをこう回す、桃みたいな感じですか？そうですね。中は残しつつ、表面だけサッと桃太郎がしゃべるわけわからないと思うんですけど、はい。でそれをこう、うん、全然もう本当にラフにも回しちゃって大丈夫です。時計回りでやってるんですか？時計回り、私は時計回りで。で時計回りじゃなくても OK？ 全然どっちでもやりやすい方でやってあげて、うん、もうざっくりの方が意外とこう可愛く綺麗にほぐれたりするので。なるほどなるほど。意識せずにもうぐるっと回して気持ちで回しちゃってください。気持ちで一回でもいいんだよ。はい、一回で回して、で毛先もなんかそれに巻きつけるような感じで、最後にこうおしゃれなかわいいゴムでカバッとはめて、はい、今日はスリーコインですね。スリーコインのを使って、はい、うん、ギザギザになってですね、やってました。うん、それをこうつけて、今日は2本つけたけど、まあお好みで1本だったりとか、はい、あとはなんかヘアアクセついてるものとかでも OK、はい、お団子がね、あんまりうまくほぐれない方だったり、ほぐしがやっぱり難しいっていうね方って結構いらっしゃると思うので、はい、ぜひこの方法でお試しください。やってみてください。はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。